では続きまして、なぎちゃん。はい。はい。行きましょう。お願いします。大人の仲間入り。おう。うん、今年の8月で20歳になるので。そうか。20歳か。はい、うわぁ、これは、ね。大人に。ほんまに。はい。タバコも吸えるし。お酒も飲めるし。酒は飲めるわ、タバコは。入ってタバコ吸って。ええがな。何でもできるもんな。いや。全部一回やった方がええよ。まあまあ、一回はやった方がいいかもしれんけど、その20歳になった瞬間にガツガツとやられる。ええな。ドン引きやから、それは、はい。それ一番すごい変化やもんな。楽しみです。人生で。何したらいいですかね、二十歳になったら。何がいいやろうな。でも、やったらいいんちゃう、そら。あかん、絶対あかんねやろうけど、タバコとか吸うたらええんちゃうと思うけどな。でもタバコは、うん、おじいちゃんがタバコ吸いすぎて肺がんになっちゃったから、うん、それはダメなんです、うん、絶対、うんうん。何がしたいの、じゃあ。一番。一番、うん、でもちょっとなんか、ご飯食べに行った時に、うん、そのお酒を飲みながら大人な会話とかしたり。バーとかめっちゃ行きたいんちゃうじゃん。バー夜バーとか行って。カウンターだけのバーとか行って。それで、うん。マティーニとか頼んで、うん、みたいな、はい。マティーニ飲んで、うん、これからどうするみたいな。今後どうするこれからどうするは古いけどな。その、だから、なぎちゃんがよく見てるドラマの時に、よく出てきたシーンがそんな多いもんな。はい。やったらいいやん。かっこ悪い。それはちょっとかっこ悪い。せっかく、まあ、ね、007とかやマティーニとかやったらな、かっこええ。あの主人公の人がマティーニ飲んでるかっこいいとか、うん、私ぬかるみの女で何やったっけそれぬかるみの女そのもう当たり前のようにやめてくれへんドラマの昼ドラのぬかるみの山森見たことあるぬかるみの女じゅんこが、うん、じゅんこがはいそのお店を出して、うん、そこのバーがあるんですけど、うん、そこみたいな感じの想像ああそのバーの想像が一個もこっちできてへんから。ぬかるみの女一番も見てへん。みんなあかんやん、それみんな。みんな気になる、調べる。そんな感じがいい、ね。薄暗い感じのっていう感じ。はい。笑うセールスマンとかに出てくるあ、笑うセールスマンこんな。わからへんな。はい。難しいな、間とんのんな。どんなバーやねん。ぬかるみの女で、純子が。純子が作ったバー。はい、純子が作ったバー。わからへんな。まあ、でもそういうなんかカウンターのバーとかで飲みたいみたいな。そうですね。大人な感じ。大人な会話で。なるほどな。はい、まあ、でもすぐや。二十歳になったらな、酒は飲めるわけや。はい。うん。叶えを叶うんですよね。はい。さあ、じゃあ、西森行きましょう。お願いします。はい、僕は、